あ、なんかトップてか最近さ、なんかオープンレックのさ、トップページとかでさ、なんかさ、あのみんな俺にすり寄りしてきてない <laughs> すり寄りてて <laughs>。えっと、なんか、あれやろなんかオープンレックの配信始めて1ヶ月以内の人らがランキングにこうやって乗れるよ、みたいなんでさ、これか。こう配信活動サポートフェス1ヶ月以内に配信始めたユーザー、みたいな感じでさ、 スプラ配信者修行中のお風呂使い気軽に見に来てねもう完全にさこれは多分女の子やと思うんけどさもう俺のファンやんか <laughs> えーっとなんかこのイラスト見たことある昔こういうさ漫画なかったえー、っと「耳と目で楽しむ毛穴開く配信満足させるぜ」みたいなちょっと熱い感じのやつが2位になってさこのさヤバいやつが鬼やって「<laughs> 大江戸孝行に会うために活動してる片田舎のじゃがいもこそです」っていう <laughs> なんか修行僧みたいなやつ現れてさ <laughs> そうこういうところでなそういうこと言うのな <laughs> へえって1か月以内に初めてそんなことになってるらしい <laughs> 会いに行ってやれよ <laughs> 会うタイプちゃうやん <laughs> あ,ありがとうねー <laughs> いるんやなやっぱ、はい、オープンレックで配信しようっていう時点でやっぱこうそこの配信者がみたいな感じでそういう理由になるよなやっぱ俺も貢献してたよオープンレックに。 女なら会うのになだって俺この後失礼なこと言うもんそんなこと言うたらで最近のキャプチャーでこの世で一番面白いのは「おえのたかゆき」みたいななんか俺関連のさキャプチャーめっちゃ多いんやってこういうこ,これがさちょっと待ってな、これ、俺見ていいんか分からんけどさこ,この子がおえガールってやつひょっとしてちょとお前のなんかあれあのこ,こ,これ見てええんか分からんけど見てもええ こびてきてるよな完全にあ、ごめん、音ゼロにしてたわ <laughs> あ、声はずっ楽しんでくださいじゃ、囲まこれが上があるか音つけてほしい <laughs> こういうの見てえのちょっ中に1キロ減りましたあ、あ、りきょくのやつかそうそうそう あれ好きなんだよ。大江の高雪誰も誰にも悔やまれず消えてゆきましたってやつ。この世で一番面白いのは大江の高雪。そんな大江ちゃんもいつかは消えるのどれだけ願っ。<laughs> あのこんなこと女性ニュース失礼だけど髪の毛ベタベタじゃないですか。<laughs> <laughs> 入られてます <laughs> うーんいやねみんなねあの僕のことを応援してくれてるみたいありがとうございます本当に <laughs> うーんハハハハハハいややめろ <laughs> で、もう私生活で配信してんに、ね、<laughs> うんうんやったら化けるよーうんえっその太ってるってことこお前失礼やな <laughs> な、キャプチャ、そういうのすごいあるからね、ありがとうね、なんかみんな、俺のこと好きみたいで。<laughs> おめえも入ってねえだろ髪の毛短いから、バレねえ。えうん、うん、おえちゃん、いいおもちゃだね、おもちゃにされてるね。いでも、そういうの多いもんな、せやんな。ああ、なるほど。<laughs> ラムちゃんのパターンかて。いや。